って全額入れたらまた入れたらできるんですか。100万ぐらい受けたらいけんじゃね、回収できんじゃね。明日のヤフーニュース乗ろうとしてますね。今回負けたら桁1個増やしてかけたら関係なくなるわけじゃん全部。お酒入ってるこれデカビタ。いや、レモンスクも第6回ストリーマー経理表決定戦。私を含めたストリーマー4名が、競輪オートレースの投票サービスウィンチケットを使ってストリーマー界の競輪王は誰なんじゃっていうのを決める番組になっております。元気です、うん、家計ごと初めてです本当に人生で。おなんでいろいろ知ってください。え、今日結構儲かるんですよね。いや、あのね、結構儲けてみんな帰ってる人もいるよ。あ、そうなんですね。中にはね、ペラリ買えるよ、うん、なんか話聞いてる感じね、賭け事って儲かれて聞いたから。ああ、そうそうそう。うん十万ぐらいやっぱみんな持って帰ってるんで。あ、そうなんですか。うん、あ、マジか、楽しみ。結構この番組当てて帰ってる人が多いんで、はい、はい、あのビギナーズラックに期待します。あ、お願いします。お願いします。お願いします、はい。さあ、で第1レース女子ですね、こちら35分、締め切りとなってますが、まず1番野口さん1着12回取ってるんですね。予選今9連勝中で圧倒的の本命と。で、プラス赤ワインとパクチーが好きな愛称ユーミンとのことです。はい、ありがとうございます。どうでもいい情報読んでる。ここにさ、いろいろ書いたんでね、このなんか情報が。一番の野口さんはその赤ワインとパクチーが好きとか、あとはね、綿口さんはバレーボールで鍛えた下半身が魅力って、これどっちの話なの。え、これって何、もうだから要するに分からんってことなんですか。これって要するに情報としては、情報としては分からん、分からんってことなんですね。ただ 1,2 は硬いよっていう。あー、1,2 は硬いよっていうね。そうそう、 1,2 は硬いよっていう。あと綿口さん、バレーボールで鍛えた下半身が魅力で、これはどっちの話なの。その単純に性能としての魅力なのか、この解説者の性的な話なのか、うん、まあまあ魅力プラス、まあ、バレーボールで鍛えてますからね。そうですね。パワーもフィジカルもあるよ。ああ、なるほど、フィジカルも綿口あるよ。フィジカルって言ってるの。あとこの人すごくない、岡村さん。ホッケーで北京オリンピックに出場ってやばくない。47歳ですからね。え、すごっ、47歳でレース出てる、やばっ。いや、レーティングだけで言ったらさ、川内さんが多分3番、うん、ただなんかレーティングは正直なんか10以上差がないとあんまり当てにならんって言ってたから、レーティングがそんなに気にしなくていい気がするんだよな。一旦こうか、3連単こうかな。じゃあこれでいってみますか、一回。ちょっとわかんないけど。え、これ全額いきました。僕はですね、はい、これもうほぼ確だと思ってます。あ、だから一旦これ全額いくもん。いかない、いかない。あーあー、すいません、ダメでもないですけど。全額いきます、第一レース。え、これって全額入れたらまた入れたらできるんですか。ちょっと財布と相談してもらいます。あ、まあそうですよね。これもね、ゆっくりでいいっすよね。そんな、まあ、そうね、そんな今日、ケンキさん9レースあるからね。そう、9レースあるから。え、なんか俺、昨日3万円入れろって言われたから3万円入れたんだけど、3万円、俺も今3万800円、俺も3万円、ちょこちょっといい。とりあえず一応1万円ぐらい入れていくか。コメント欄でケンキ頑張れって来てるけど、頑張んのは俺じゃないんだよな。今から頑張んのは俺じゃなくて選手なんだよ。あ、来ました来ました。東京、これレースも初めて見る。3番地元群馬川内さゆき、4番長野黒コーチ、おーすごい強そうこの人、5番山口渡り口マリア、6番長崎入口、声がでかいって書いてある、7番埼玉岡村育子、以上7選手の対戦。ああ、そうかそうか、だから 1,2 が白黒をとりあえずまず勝ってもらえないといけないね。このレース人気の一人になりました。話がね、全滅だね。初日はバックスレッジ番手に入って直線差し伸びての一勝でした。一周目はあれなんですよね、まだレース始まんないんですよね。イタリア初日は大関睦美の幕に続いてのレンガ並みがあります。現在前橋では3連続で決勝に進んでいます。てかやば、足でかでかい。3番川内すごいな。地元戦での流れ変えたいところで3番川内です。直線戻ってきまして残りは2周です。
最新レースを動かしてきましたのは最高峰にいました7番の岡村でした。その岡村が1番野口の前に入っています。だ今足ためてんだよね、みんな多分1、2番の渡り口は2番手、あ来た来た来た、そして5番手から上昇来た来た、おはいけども、これに合わせるように5番の渡り口、渡り口の後ろに1番の野口が番手を下っていきます。さらには2番の板根が続いていきますが、そこで3番の川口が止まりました。残りは1周です。2番手から5番の渡り口が叩いて先行です。これ終わり、まま早いな。2番手から番手まくりを2投まで打ってきます。野口の今上がって前にかかるか、4番いけるのか、4番いけるのか、渡りが追走しますが、5番の渡り口の内側で捉えていきました。5番粘るね、粘るね、きついか、きついか、あー、取るわ、3着どうか、どうだった、どうだった、前は2着1着になりました。1番、野口の2番、どうだった、1、2、1、3、3だった、3だった、ではリプレイ見ましょう。今の 3? 3か、5じゃなくて 3? なの1番野口が最終2コーナーからの、え、5? え、どっちだ、1、2、続いた2番の板根、一旦5番の渡り口の抵抗があったんですけれども、直線伸びてきましての2番手入線、その後ろを確認しましょう。あ、3? いや、待って、5か、5だ、1番の野口の2番の板根、人気の決着です。あ、5だ、5だ、逃げた5番の渡り口、どうぞ、ますと5番の渡り口が下がって、上位の2着体制は1番、2番、5番で予選上位通過しています。ガールズ予選の2組目第1です。決定放送までにしばらくお待ちください。人気サイズの決着にどうやらなったようです。野口がこれで連勝ゴール、前回の前橋で元地元なんですけれども、前橋初勝利を挙げたんですけれども、今回は連勝で決勝進出ということにこのまま決定しますとなります。芝生さんです。よく当てたな。決定1着1番、すごい、2着2番、え、なんで5だと思ったのこれ、5番、ルーレット回さないと。そしてお前らでポイント山分けしようぜ。お前らに対するな、早めの落とす大人だ、さっき早くしないとって言ったのに、行くぞ。さあ7万5千が何倍なのか、10か、な、7万5千ポイント変わらず、くそー、あとはお坊さんもいっちゃった、いや、お坊さん、お坊さん、払い戻してください、ちくしょー、5500、あ、いや、2試合目だから、あと8分、あと8分しかない、はい、2試合目だから、まあけど結局やっぱり1、2番は外さなかったんだよな。これね、2番の人がめっちゃ勢いあるっぽいんだよな。だからけど1番が強い、レーティングがもうマジ誤差なんだよ。だから1、2、3はこれ、1、2、3で3連単じゃないさすがに、これあまりにもこの3人が強いけどな。いや、ここはこうでしょ。いや、これがね、こうな気もすんだよな。こうか、逆張りのこうじゃない。眉毛4番の加藤です。加藤の眉毛、7番の伊藤、そして2番の藤田、藤田の方が尾崎より前、5番の佐伯、1番の尾崎が4コーナーから仕掛けます。それ2番の藤田も反応する。残りは1周です。2番藤田の後ろの野口が続く形になりました。前は4番の加藤ペースを上げても先行なんですけど、加藤さんいいブロック、加藤さんいいブロック書いてる、いいブロック書いてる、加藤さんいいよ、加藤さん、そのまま2人は抜かれて、いい位置を、これ3が、加藤さん頑張って、加藤さん頑張れ、頑張れ、加藤さん、加藤さんいける、加藤さん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 、最後勝ったかどうか、それでは3番の鈴木が伸びています。めっちゃ争い3人横並びです。いや、惜しかった加藤さん、予選の2組目第2レースです。ではリプレイ見ましょう。え、でもお坊さん一応勝ってはいるのね。俺チャージしとかない、今のうちに金チャージしとかない、チャージするの、いや、もうチャージしとかないと、なくなりました。2300万ポイントぐらいしかないと思った、なくなった、難しいな、俺3番鈴木直の順、いやいや、もうポイント3000、ここのまま決定しますと芝放送です。1万3000ポイントしかない、ブロックしたりとか、うん、とりあえずお金入れました。はい、片耳で聞いてください。まだ迷います。4、戸塚5、そうなんですよ、5、大中では4、戸塚の方が先行力があります。減ってる、ケンキさん、こっからマジで面白いですよ。そうなんですよね、はい、いや、てかね、これちょっと俺、勝ちたいな1回ぐらいじゃ、なんかルーレット回したい、ルーレット回したい、まあ一応ルーレット回したいからこその、あの、あれですか、アドバイス通りに1回やってみました、どんなもんなのかっていうところを
アドバイスが回したよね。そう回したんですよ。12,590円を当てて100倍当てないとまだ研究は勝てない。あ、けどさっき10万入れたんで大丈夫です。あ、そうか。はい、行きます行きます。あ、もう普通に自分のポケットに10万、はい、はい、10万入れました。10万入れた。はい、今累計いくらなの。だから13万っす。まあまだけども13万、まあ、負けたわけだよね。そうですそうです、うん、だから13万をその投資したってだけです。はい、なるほど。はい、こっからこっから。毎回ケンキさん呼ぶの面白いかも。いや、読んでほしい。スタッフ、ワフ、いいよ、自慢でやってください。第3レース始まりました。一双子3人の前の取り合いになりました。各ライン前を取り合いましたけれども、ね、結果車番順です。だ今 1番の斉藤が前を取りましたので、これで4は戸塚の前行きに変わります。予想通りの、あ、すげえな、その後ろ2番の相良、ここが中段になりまして、南関東中段。じゃあ27どう来るかですね。ここから27っすよ。黒オレンジが重要。先制していきます。埼玉勢が先制していきます。三車ラインが前になりまして、残りが1周。2番の相良は中段4番手のまま、そして1番手と5番手か6番手です。逃げていますのは4番の戸塚です。動かないですね、まだ。1番の斉藤がマークしまして、3番の十文字、そして5番の大中が最終パック6番手から4、1、3、あれけどこれ5番手上がれない。止めてるね、7番止めてるね、5番、逃げる4番戸塚、2上がってこれない、2上がってこれない、1がやっぱ、あー早い、1早い、どうか、違うでしょう。1、1、4、3、あ、1、4、3。ってことは元気さんはおそらくあったの入りましたね。4番戸塚、おお、初めてだ。しょっぱいよ、多分。戸塚突っ込みまして、初手の並びのまんま最終4コーナーまで入る形になりました。1、3、4、あ、1、4、3、そうかそうかそうか。ちょっと倍率が順当だったかってことですね。1番の斉藤が最後ハンドル投げたのが届いたかどうか。うわ、これちゃんと自転車投げてるじゃん。これ弱虫ペダルで見たわ俺。一番の斉藤がワッ、すげえ、これやるんだ本当に、自転車投げるやつ前に。ここは埼玉ワンツー、さらには3番の注文時まで続きました。マイナスですか。22,000の戸塚ラインでのワンツースリー、ここは人気ラインでのワンツースリーが決まりました。 A 級一般選手の第3レースです。1番かけてた、1番手堅いやつで1番かけてました。俺がこれでやったら100出せばいいだけだ。両者追走3番手選択した3番注文時芝生です。今のとこクソ硬いわ。決定。なんかちょっと慣れてる。1番負けてるやつだよ、ね、あ、まあ、負けてる。あ、そうかそうか、負けてるから慣れてるな。3番最後のライン動きうまかったな。あ、ちょっとだ、行きますよ、100万行きます。はいはい、今1万9600。こうやってこうで、こうだから、どうだ、さあどうだ、おっ、まず止まるよ。変わらず、まあ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 、1万9600。まず勝ち方がちょっと分かってる、ね、そうですね、ちょっとやり方分かってる。はいはい、ありがとうございます。なんか7レース目か8レース目が熱いって聞いたんだよな。7レース目にめちゃくちゃ手堅いレースがあるらしいから、ここでなんか袋を100万ぐらいかけたらいけんじゃね、回収できんじゃね。ケンさんちょっとおかしいこと言うのかな。え、いやいや、なんか7レース目がすごい手堅いぞケンキってコメント欄になるから、だからそこで半端ない金額かけたら結構回収できる。それはもうなんか明日のヤフーニュース乗ろうとしてますね。番組中に何百万がこんだけ稼いだ男がいるみたいな。そういうことじゃないのこれって。そういう、うん、番組でもないかもしれない。それは発想ではないのか、はい、僕はこの2つのグループで、はいはい、234のグループと157のグループで、はい、まあ、なんとなくその7番と4番が3着になるかなっていう速度で、はいはい、5000ずつで出てかけました。7、4、2着以上お前ら絶対食うなよって。そうそうそう、この2つはもう空気読むよっていう感じで、はいはい、ちょっとあの3分あるんですか。これ次本命だよな。だからちょっと今のうちにちょっと課金しとっか。いやでか、今回負けたら桁1個増やしてかけたらちょっと関係なくなるわけじゃん全部。そう、あるセンス。だからここで勝負してんだよね俺結局。そうそうそう、20万ぐらい入れとっか、30か。結局こういうのって積むやつが勝つんですよ結局のところ。お金いっぱい持ってるやつが勝つんですよこういう時に。うん、そういう風になってるんです。うん、そう、資本主義ってそういうことなんです。うん、俺は資本主義の上に行く。うん、それを超えていく。そう、俺上に行きますこっから。まあこれで負けたらもうオープンネックの番組また呼んでもらうわ。なんか、そして4番吉田とつけていました。でもギャーさんと俺は全く一緒っすね。あ、お盆全く一緒。1番の小川達也が南関東ライン。おい、しょうもな俺だ。お盆な俺だ。5番根本、そして7番里見、千葉勢を連れてのレースになります。ちょっと難しいですよこれ、マジで難しかった。
2番の八島、ああ来た来た、さっきのやつだ、さっきのやつだ、トライしてる、1番の小川がアタックかけてる、アタック5、7来ましたね、まあ、けど今日の全部で抜けんだったんで、全部で5番の江本、さらには7番の里見、ちょっとしんどそうだな、ちょっと6がまたややこしいところに入ったぞ、立ち位置していきましての4番手、入れ替わりましたね、ちょっと6ややこしいか、1、5、7、6、5番手、ちょっと6ややこしいか、3番豊田、4番吉田と続いて赤番表示、まあいいよいいよ、ナイスブロック、ナイスブロック、2コーナーからバックです、小川が前に変わっています、まだ分かんないですよ、でも、もう1射ですからね、南関東勢がどうやらこのままかけていくか、いやこれがすごいんだよな、一旦腰を入れてそのままここでも足使い切って、ジャンルかましてきました、2番目足、最後ちょっとややこしいか、ちょっとややこしいか、なんでやねん、ちょっといけるかこれ、あーけど来た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 、4いけるか、4いけるか、お前は行かなきゃダメだぞ、4と1が、4、頑張って、ちょっと3番手、4がどうか、そこはお前行かないといけないよ、2、3、1、現在2、3、1、このレッスンかいなんだよな、結局かましてみたいな、吉村の吉村の吉村だけど4、2番になった、今八島ラインで決着になったか、今4、2着になった、もしかして4、2着困るよ、プレイ見ましょう、いや、4、2着あるよ、今4、2着か、これ叩いてのえあれジャンス銀河マシで千代ヤコジョウになった、今八島の先行になりまして、3番豊田、そして4番吉田のところで1番の小川が共に吉田になったんですけれども、4、2着じゃない、これ4、2着か、4、2着か、そして4番の4、2着か、4、2着だね、これね、迫りましたが4、2着か、どうやら前は3番、なんでやねん、そして関東レースって分かんねえな、1、2のね、1番近藤も5、小田倉さんも、中段をしっかりと確保したいところですと、真ん中をね、もしこの1と5が、もつれてしまうと、まあ、1、2と5、4グループ言いましたよね、で1と5がもつれてしまうと共倒れまであると、そうなったら6、3、7がいくんじゃないかと、はい、で狙い目いきましょう、シンプルに1、2、いやちょっとこれもういくか、ここはここは勝負した方がいいのもね、結局こんなとんでもない情報出てるガチすぎるケーキさん、リアクションゼロだもん、いや今ちょっとすまん、今ちょっと俺もうそんなところじゃない今それしてる場合じゃないから、でこれちょっと俺はここからちょっとえぐい金額をかけて一気に回収していくって方法で、おい、おケンキさん壊れちゃダメ、壊れちゃダメケンキさん、あでこれこんで、これでこんななんだ、一回ちょっとバカになってみるか試しに、えこれでこんななの、え、1、2の服え、こんなに頑張ってこんなもんなんですか、逆にまあ、なんか人気ってのもあって、もうでもあ、いや、そうか、じゃあ、じゃあ1桁か、あ、じゃあこれ1桁間違ってたわ、1万だから、あ、1桁間違ってた、こうだ、あ、そうだよね、そうだよ、そうなるよね、え、どうなる、え、ちょ、え、いや、まあ、そうなるかは僕は知らないですけど、すごい額かけられてるなと思う、そう、こうなるよね、だからえ、けどこうなるとこうなるんだ、結局だあ、そういうことか、むずくない、いや、むずくはないだろ、ゼロ2つくらい、ゼロ2つくらい、いや、けどこれこれいかないと、お酒入ってる、これデカビタ、いや、レモンスクもお酒飲んでるわけじゃない、一旦ちょっとこれだ、試しにやってみるか、行ってみましょう、ちょっとこれで、あとは三連単で俺の誕生日を入れよう、それあの、ちょっとお似合い寄りでよ、それ一旦誕生日1万入れとくか、これ取ってたら、これでいこう、面白い、めっちゃ面白い30倍バカだ、多分ギャンブラーですね、僕はあの手堅くあの言われた通り、あの1、2なんですけど、これをあの1、2、そう、硬いかけ方で1、2、3、6で両方ともあの2連複で、あとまあ自分の誕生日5、2、1で一応3連単を一応ちょっとロマンで買ってるっていうような感じです、これ丸の数合ってますよね、はい、これ自分でチャージした、あ、自分でチャージした今、もちろんもちろん自分でチャージしました、いやこれぐらいじゃないと勝てないから、お前この人で30万使ってるえ、いや勝てないからこれぐらいいかないと、おお、おかしい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 、だったらまあそう、ちょっとずるいかけ方ではあるんですけど、いや全然ずるくないです、ずるくないですか、ちょっとすいません、なんか早くルーレット回したりしよう、そうねたさ、ルーレット気持ちよくね、ちょっと、いや俺も回してよ、これでちょっとずるく勝とうかなっていう、いやでもずるい、競輪よりこっちの中毒になっちゃってるね、みんなね、これね、これ気持ちいいね、気持ちいいよ、この音、気持ちいいよ、あとやっぱ1位を狙いたい、まだやっぱり、でこれ1位を狙うにはこのレートで戦うしかない、まあでも僕は4号頭でも考えてます、4号もし来たら、うん、終わっちゃう、まあ終わっちゃいます、まあ、まあ4号来たら終わりですけど、
俺ですね。言葉見せなかった。でも正直かなり硬いところ。まあまあ硬い硬い。全然硬いです。全然硬いです。全然じゃないかなと。はい。ちょっとずるいですけど、これでいかしています。はい。頑張りますね。はい。行きましょう。すごいな。いや、これ頼むぞ、これ。あなた次どうするんですか。あと2レースだもんね。2レースだけど、今回のレースは7レース目が勝負だ。もうコメント何回も言われてんの俺。6番大阪丹波。ここでお前行かなきゃいけないって。7番京都南大輔。そう、以上7選手の対戦。これも全部を見通してのここだから。準決勝の1つ目第7レースです。ここだと思うんだよな。みんなの笑顔が見たい。みんな笑顔になる方法は6363 6-3来たらみんな笑顔。7レース始まりました。1フタ4号中でも1フタ5。どうしたどうした。なんかめっちゃ遅れてない。まず1、2、5ですね。5番の小田倉も飛び出しましたが引きます。そして2番マークには3番玉手翔。初日は菱田浩二とワンツー決めました。いや、昨日の前出しでもこの2人連携していましてワンツー決めています。相当自信あると思うんだよ。近畿の3番手7番の南大輔です。一度目5番の小田倉雄二、初日は邪魔ない話の白星でした。残りは3周。マークには10月の前橋決勝乗っています。4番篠原忍。初日は丹波康介の先行乗っての1勝でした。今日は同期5番小田倉前を任せました。その小田倉ラインが上がってきます。5-4、5-4か。91同期ラインが残り3周1対1コーナーで上がってきまして、1番近藤を抑えようとしたところで近藤突っ張りました。はいはい、1番ああインコースああいうつけるのできるんだ。一応6-3-7上がってくる。6-3-7上がってきて5-4置き去り。6-3-7来た。待て、そして7番だけど、これ別にこの7さえ上がらなければいい。前段に変わっています。さっきのさ、中途半端な、まあ分かんないけどね、まだ今6-3-7ね。さっきの中途半端さ、6-1-3とかそういうのなんないよね。3対2対2の形で6番の玉が前からの先行ですが、これが最終ホームからは5番の玉が。いや、いったやろ、いったやろ、これいったよね。6-3-3 3番手、そして3番の玉手が。いや、ちょっと、5ちょっとややこしいわ、それ。ナイスナイスナイス、ナイスブロック、ナイスブロック、6-3-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 6-3
あ、いや、6番の玉がわー、なんか4じゃない、6さん4じゃない、これマジで4じゃない、これマジで見ましょうか、4じゃない、4じゃない、4じゃないわ、おもちいじい、おもちいじい、ワンツースリーラインの並びが出てきたようです。ダメだった、準決勝の一つ目第7です。決放送まで今しばらくお待ちください。おそらくケンキさんとギアさん勝利かなと思った。よかったよかったよかった。まあまあちょっとこれはちょっと卑怯でしたよ。しばらくお待ちください。いや俺多分負けど、どうなんすかね。前橋の連携夏にあったんですけど。払い戻しの倍になるんですか。うわ、払い戻しの倍になる。あ、そう。あ、払い戻し倍になる。倍になる。プラスの倍じゃなくて、払い戻し金が。45、これずるいけどね、ずるいけど、ちょっとごめん、ずるいけど、みんなと戦いなかった俺も先に矢様回す、払い戻し、ちょっとずるいけどね、これは45万円です、よく取ったよ、これ、じゃあ回しましょうか、じゃあ、キーだから回しましょうか、これ14万9000円、よし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 、一旦ね、いいですか、でかでか、いや、これ、ケンキ君10倍来たら、ちょっとやばいな、やばいな。これ10倍45、これどうなんだよ、俺マジでちょっと待って、プラスと、そうそう、俺マジ運だけはマジでいいんですよ、お今までこの30年間、運が運だけは本当によくて、今日の負けもだいぶ返しましたもんね、プラス14万だった、あ、いや全然プラスになりました、なりましたね、そうですね、で、ここでちょっと45万が何倍になるか、じゃあ行きます、45は、はい、これ100いったら終わりっすよね、多分ね、100いったら終わりでもいいじゃん、じゃあ行きます、じゃあ来い、え、怖っ、え、あ、あ、ダメかー、まあ、ごめん
しいなあ。ギャンブル楽しいですね。はい、ということで、45番。まあ。まだまだ分かりませんよね。いや、分かんないですね。あと2レース。うわ、マジかよ。よかったな、今の。これもすごい良かった。まあそうだよな、5、2、1強いよな、普通にな、5、2、1なのかな、あれかな、まあ、一応、阿部ちゃんの予想だと、じゃあもう全然わかんないってことですよね。わかんない、はいはいはい、2社服か、2社服にすればいいんですよね、これね、2社服で1、2にすればだったら、1、2、2、1でもどっちでもまた ね、ですね、はい、いったんけど、これここにね、入ってる分、使わないともったいないからな。これは当たるぞ。いや、これけど奇跡か、当たるわ。いやこれプラス5万だよ、こんだけリスク払って、こんだけリスク払ってプラス5万だぞ。いやけどちょっと夢がないな。いや行くか、あーしょうがねえな。よし行ってみよう、行ってみましょう。これでなんかもう俺の名前と多分おかしいことになってるはず。よしバカな買い方をしたぜ。あ、なんか強い買い方してる。でもやっぱゼロ合ってますよね、数。いやもうこれ、もうポイントがもうせっかくあったんで。あ、これもあるポイント全部、まあまあなるべくほぼほぼほぼ入れました。でも僕が最後見た時よりもなんかちょっと増えてる気がしますけど。あ、いやけどチャージはしないです。だからもうこれがもう僕のありのままです。ありのままのポイントですね、はい、そうですそうです。全部いったの。まあせっかく手に入れたポイントはバイプッシュすべきだろうっていう。しかもせっかく手に入れたポイントって、まあ30万ポイントぐらい普通にチャージだよ。手に入れたというか、手に入れたんだよ。打ち込んでますか。これで勝ったらもうね。でもね、広いと思いますよ、めちゃくちゃ。いやもうちょっとね、ずるっこあるんです結局。ずるっこあるんで、だから俺よっしゃーっていうよりセーフなんですよね、勝った時が。なるほどね。うん、あ、よかった。そう、アフレっていうそっちなんだけど、なんかそのそっちの方が俺的にはいいなって。うん、だからこういうのは36っすよね。さあ最初です。鈴木よいしょ。おし、頼むぞ。6番栃木宇賀神。頼むぞ。これね、勝ったら嬉しいんじゃなくて、負けた時がきついんだよな、これ。いや頼むぞ。いやもう別に5、もう25じゃいい。で一旦15、12、24来てくれ、頼むし。長かった俺の30番が消える。今日のちょっと様子を見合う感じになりました。ゆったりと一段のまんま、ただ誘導は今1センターあたりに差し掛かりました。鈴木ライナ前段です。もう本当にこれで予定通り近畿が中段になりまして、4番の志田浩二は初日抑え戦法逃げ切りました。2番の伊藤誠紀に、そして7番の金田健一郎、初日を1ワールドと続けています。残り3周すでに切っています。3番穴木高弘が上がってきます。これに6番の宇賀神広之が続いてきます。関東勢が残り3周切った1コーナーで上がってきました。36はちょっといらないんだよね、今は。前に出ます。また誘導残っています。4来た。今度は4番の志田浩二、3車ラインが誘導を切りました。あ、24来た、24来た、いいよ。4番下に2番の伊藤、これ封鎖して、そして7番の金田で、あ、いい展開かもしれない、これは。あ、いい展開、いい展開、いい展開。ただごちゃってなんのだけやめて、マジでごちゃってなんのだけ。4番の志田が突っ張りまして、5番の鈴木が2番のアウトコース、2番の伊藤が突っ張ります。そしてその後ろ1番金田を、なるほど。7番金田を1番の渡辺が捌いてきました。4-2-5、4-2-5、4-2-5、もういいよ、4-2-4、4-2-4、4-2-4、4-2-4、そのままでいい、そのままでいい。4コーナーから3番の渡辺が3回来る。3回ややこしい、ややこしい、ややこしいから、お前行け、行くな、行くな、落ち落ち、2番の伊藤が浅草に乗り越えまして、やばい、マジで2番の伊藤が3、やばい、ちょっと誘導です。3、2、4、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 3、2、4
さんが振り切っています。2番の伊藤2番手、3番手1番渡辺です。最後の A 級準決勝第9レースです。最終ホームからの仕掛け、最終ホーム手前からの仕掛けになりました。3番の荒木ではリプレイ見ましょう。その3番の荒木はバックストレッチで4番石田を捉えます。2番の伊藤が合わせながら抵抗だったんですけども、それを乗り越えました。3番の荒木、2番の伊藤が続いて、その荒木マークだった宇賀神が離れました。前は3番2番、そして離れた3着争いだったんですけれども、一段の中から最後は決め足を発揮しまして、1番の渡辺が抜け出しています。上位の2着体制、3番2番1番でゴール戦上位通過しまして、このまま上位3選手決定しますと、このまま決定しますと明日の決勝戦ということになります。第9レースは最後の駅準決勝でした。これは、まあ、40万ぐらい飛びました、40万ポイント飛んでいきました。俺は40万いったっす。
もう行かないとと思って決定解散か3着ありがとうございました皆さんいやーまあこれはねちょっとまさかのっていうね僕も残念だったんですけどやられましたケンキ君もねケンキ君いくら負けたん今日いやだから33 33? いや33ぐらいですね 30, 30万と何個っていやあの初参加で33万ちょっとえぐいわえぐい最後のレース当ててたらあれだったでしょあれ当ててたら俺100万勝ってましたそうですよね今日途中でも第7レース終わった時点ではあの逆に33万入れたけど45、6万で勝ったんですよねそうですねそうそうその45、6万を一気に全部に下げた45、6万すでもいい顔してたぜうん、いい顔してた楽しめたんだろでもいやなんかねギャンブルってこういう気持ちなんだなっていうのを初めて知りました、うん、僕はいや、いい顔してたわマジで、うん、楽しそうだったそうなの